PK プレスニュース週刊デジタブル109号です。今日は早速先週の続きです。 sRGB や Adobe RGB などカラープロファイルが正しく運用されてない例をお見せしましょう。題してプロファイルの取り違えです。こちらの写真を見てください。ナチュラルな色合いの女性の写真ですね。色空間の座標値を見ればわかると思うのですが、 Adobe RGB は sRGB の色域をカバーしているので変換してもほとんど変わりません。変換で色が変わるというイメージがあるかもしれませんが、 RGB の数値自体は変化しても色空間上の座標値は変わらないというのが正しい変換です。なるほど。今度は間違った変換の例。本来 sRGB の初めの写真を Adobe RGB のプロファイルをつけて開いてみました。あ、なんか綺麗になった気がしますが、おや？より広い色域の色として判断され、色空間が広がって彩度が上がってしまっています。この方が綺麗とかそういう問題ではなくて、間違って色が派手に変わってしまっているんです。なるほど。女性の肌は異様に色が濃くなってペタッとしてきましたね。今度はもっと分かりやすい例。 Adobe RGB の写真を sRGB のプロファイルをつけて開いた例です。狭い領域の色とみなされ全体にくすんでしまいました。これはプロファイルの取り違えというばかりでなく、カラーマネジメントに対応していないアプリケーションでも起きうる問題です。以前はよく Adobe RGB は色が良くないと言われたりしましたが、おそらく正しいプロファイルが運用されずにこのようなことが起きていたのですね。いやー、よくわかりました。来週は Photoshop のカラー設定の仕上げに、まだお話ししていない設定の詳細部分について触れておきましょう。